愛とミュージックのクラッカーとまえです。今日も楽しんでまいりましょう。今日はネタです。これは完全にネタです。この前のスーパーマリオに続くリフというよりも、もうね、ほとんど効果音です。それ何かっていうとね、火曜サスペンス劇場のあのジングル、 YouTube で見たらカサスアイキャッチって書いてたんだけど、あのね、火曜サスペンス劇場のジングルをやりたいと思います。じゃあ行きましょう。これね、みんなね、カサスとかって笑うかもしれないけど、結構ね、大事なコードを使ってるんですよ。難しいコード。で、どういうものかっていうと、ディミニッシュってコードを使ってて、で、ディミニッシュは、この、まず、これちょっと4弦ルートのものを使ってるんですね。で、この4弦の下から1ね、1、2、3、4弦。4弦の1、2、3、4フレット。これですね。ここ。で、ここを、人差し指。だから次は、薬指が、この3弦、1、2、3弦の1、2、3、4、5フレットですね。こう、こういう感じ。で、次、互い違いのように、中指ですね。中指2の指が、下から2弦の1、2、3、4フレット。このね、こういうとこと同じね。で、この次の小指が、1弦の5フレットで、要はこう、互い違いになってるわけ。ガッコッガッコみたいな感じで、こういう感じ見える。どういう音がするかっていうと、こういう音がします。もうなんか、すごいなんかいきなり怖い、なんかおどろおどしい、音だよね、このディミニッシュって。でもね、これいろんな曲でね、なんかこう間に挟み込んでいくとすごくシャレオツなコードになるんだけど、一発でいくとなんかすんごいなんかこう不気味なサウンドに聞こえるんだよね。こんな感じで、まんまこれを半音上にギュッと上げます。そうするともうこれでもカサスの出来上がり。もうこれだけ、これをリズムよくやるだけ。どうやるかっていうと、ほら、火曜サスペンス劇場を知らない子たちも多分、聞いたことあるサウンドじゃないの。で、それを、まず、こう、右手ね。右手がどうなってるかっていうと、じゃ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 、じゃじゃじゃ、じゃじゃ、なんですよね。こんな感じ。これ別に右手気にすんだって話なんだけど、じゃあやってみようか。何をやっとんじゃんって話だよね。でもこれね、小ネタになるんですよ。例えば、スタジオとかで、メンバーがなんかすんげえつまらないこと言った時に、じゃかじゃん、じゃじゃじゃとか言って、こう突っ込み入れてあげたりとかね。まあいろんなところで使えると思いますので、ぜひとも、このアイキャッチ、使ってみてください。ということで今日はこれだけです。じゃあまた会いましょう。またねー。なしですか？